はい、どうも皆さん、トライアングルです。現在ですね、まあ8月22日、11時55分でございます。はい。まあ正確に言うと54分なんですけど、まあ木曜日ですね。要は木曜日の、現在11時夜のね、なんですが、何かしらアップデートが来るのって、青鬼オンラインさんって、基本、結構木曜日、ってか金曜日の0時っていうのがパターンが最近多いんですよ。なので、あと5分後に何かしらアップデートが来ると思ってたんですが、おそらく、その、青鬼オンラインさん公式のツイッターの方でツイートがないので、今日はないと思います。はい。で、まあ、多分これが投稿されてる頃は、おそらく、6時だから4時か。夕方の4時。金曜日の夕方の4時なので、3時の、いつもね、3時で1日、ログインボーナスあるじゃないですか。その時に出てないってことになりますね。この動画が出てるってことは。その、ケルベロスが来なかった。何かしらアップデートが来なかったということなので、あと、要は、で、大体、アップデートが来るのって、その確定はね、もう、金曜日とか土曜日の0時過ぎたら、もうアップデートないと思うんですよ。何かしらイベントってね。発生しないってか、もう日曜日とか中途半端な日にやらないと思うので、だから、あと、数時間後。だから4時から0時までの間に何かしら青鬼さんがツイートしないと、おそらく今週イベントありません。となると、ケルベロスもありません。はい。どういうことでしょうか？ちょっと、もしですね、まあ、この数時間後にね、まあその、出てたら申し訳ないんですけど、このまま何も出ないとなると、さすがに、ちょっと待たせすぎなんじゃないのかなって思ってしまうのは僕だけでしょうか。その別に批判するつもりはないですよ。その別にその嘘ついてるとかではないし。でもその個人的な見解ですけど、じゃあもっとその最初クロベロスか。クロベロス後でいいんじゃないっていう。その、なんて言えばいいんだろう。その、ね、まあ、僕が前言ったように、本当に青鬼感染で、する、その、週、ガスマスティンが、その、予想外に、本来その、ね、その、青鬼感染、本当は先週ケロベロス出る予定だったけど、青鬼感染が間違えて出ちゃって、まあ、その、なしになったとかなら、まあ、仕方ないと思うんですけど、もしそうじゃなかったとしたら、なぜもうちょっと、あとでクロベロス降臨っていうか、クロベロススキンチャレンジもうちょっとあとで良かったんじゃないのっていう報告。だってもう2ヶ月以上と、2ヶ月経ってるよね、多分。うん、2ヶ月は経ってるね。なんか、ね、初めのクロベロスが、ね、2ヶ月前って、そうやったらなんかもうちょっと後にしても1ヶ月前っていうかね、その、ぐらいにしといて、で、その、ね、やった方が、なんかもう、ケルベロス忘れられてない感がすごいんですけど。なんか、あ、ケルベロスなんかそんなイベントあったっけみたいな。なんか、最初の頃だとなんか、ケルベロスようやく来たってなるけど、ケルベロスあーみたいな。まあ、いいんですよ。僕はいいと思うんですよ。どんどんハードルが上がっていくだけなので、そのやっぱり、ね、待たせた分だけ、ハードルは上がりますので、僕は知らないよっていう気持ちですけど。まあまあでも、そろそろさすがに来ないとね、さすがに来ないともう、暴動起きるでしょう。はい。と僕は思っているので、おそらく、まあ数時間後、まあ要は僕が投稿、あのね、だいたい青鬼オンラインさんってツイートって5時とかなんですよ。その夕方の5時とかなので、だからこれを投稿した1時間後とかにはおそらく、何かしらのアクションがあるんじゃないのかなと思っているんですけど、まあ、ケロベロスはもしかしたら幻になっちゃうかもしれない。いやでも、さすがに幻にはしないか。だって、ね、その予告したし、もうスキンも3体揃えさせたしね。まあでももしかしたら、その黒ベロスの、なんだっけ、青ベロスかな？なんかの時にちょっと不具合があって、ちょっとずれたじゃないですか。そのちょっと延長もしたし、っていうのもあるので、おお、虹色だ！あ、すごいすごいすごい。虹色ってことは、ランカー勢ですね。1位から10位の。あー、使っちゃった、ガスマスク！もったいない！
待って、これまずいかもしれない。いや、間に合うな、これ多分間に合う、間に合うとは思う。え、今、あれって待って、毒切れ判定なんないの？まずまずまず、それはまずい、あぶねー。よしかったです、ここでガスマスク取ったら最高なんです。あー、待って待って、大丈夫大丈夫。あー、来たー、まずい。ちょっと待って、どうする、宝箱欲しいんですけどね。はい、ありがとうございます。ちょっと待ってよ、一回呼吸するか、どうする。ここが最終地点じゃないと思うんだけど、待て、宝箱開きたいな。おこれはもしかして、あるか、ガスマスク、待って、それはダメさ、待ってくだせさあ、今0時になりました。はい、果たして、まあ、このもう1試合やった後にちょっともう1回アップデートをちょっと見てみたいと思います。これで来なければまあ今日はないということで、数時間後に、いやー、ケルベロスじゃなくても何かしら来てほしいよねできればね。まあ青鬼感染っていうのがね出てきたので、そのそれに関してはいいと思うんですけど、やっぱりケルベロスはそんなに待たしちゃいけないと思うんだけど、どうなんだろう、そのケルベロス降臨、まあ地獄の番犬ケルベロスっていうのが、そのまあこれ僕の憶測ですよ、あくまでもう完全に僕の個人的、そのなんだろう、その憶測なので、その真に受けないでください、先に言っておきます。まあもしかしたらこんなこともあるんじゃないかな程度で、そのなんか勝手ですよ、もう僕がもう一素人として思ったのが、なんかイラスト変えてるんじゃないのかなって思っちゃいました。その地獄の番犬をね、なんかスキンの感じがすごい変わったじゃないですか、地獄の番犬ケロベロスの発表がある、発表中っていうかね、ガスマスティン、なんかそのやっぱり織姫彦星もそうだし、サイボーグとかで、最近竜もそうじゃないですか、ペガサス、竜かな、竜とかサイボーグ、そこら辺がやっぱりもうイラストがすごい凝るようになったと。だからその本来地獄の番犬ケルベロスがはもう描かれていた、イラストをまあ決まっていたと。でもそのまあちょっとイラスト変えようかっていう、そのもっとなんかもうがっつり本当にクオリティの高いスキンっていうか、ケルベロス降臨のスキンに変えようかってなって切り替えてるから、作ってるから、もしかしたら忙しいからできない、あの青鬼感染のそのアップデートとかもあるから、まず青鬼感染作りつつ、そのケルベロスのイラストを切り替えないといけない、あの書き換えてるっていうので、ちょっと遅くなってるんじゃないのかなと、まあちょっと予想させていただきます。じゃあなー、こんなに毒切り回ってたんですね。でもここ多分最終地点こっちだと思うんだよな、と思うんですが、と思わないとね、多分いけないというか、意外考えられないというかだと思うんですよ。何かしらその変えようとしている、その動きがあると思うんだけどな。とりあえず最終地点多分ここだと思うので、ここで私はいただきた、いただけませんね、すべて取られました。じゃあ私はここに配置させていただきましょう。さあ、この佐藤陸さんと勝負です。なんかでもちょっとラグっぽいんだよな、多分佐藤陸さんの方がなんか多分早くなってる、いや言い訳になる、大丈夫、ここで最速で取って取れるはず、これはいける、あ取れた、オッケー、ガスマスティン、これは大きいぞ、取られる、まあまあまあいいでしょう、とりあえずまあガスマスクゲットできたのでそれはいいとして、最終地点上か下かどっちか、だいたい下なんだよな、下行っとくか、下行っとこう、これは、あーでもな、ちょっとウイルス欲しいからちょっと探しに行きます。あーでも探せない、キラキラが欲しいんだけどな、ウイルス欲しいので、まあでも今回はちょっと青逃げ目指してやっていくのでいいですかね。いやーどっちだこれ、最終地点わかんない、とりあえずここに、ここにいるべきか、まあでもロッカーがある分こっちの方がまだ鬼が来た時は強いとは思うんだよね。宝箱と、これ2マスいけるから、でもちょっとあれか、狭いのか、こっちの方が、まあとりあえずここで待ちたいと思います。おそらく最終地点、いやー大体下が最後だと思うんだけどな。さあでも青鬼が来やすいのは多分下、どちらの、どちらの選択が吉と出るか、凶と出る、待ってこれ多分こっちだ、いやわかんない、いやこっちだ、最終地点こちらだと私は予想します。いや大丈夫、絶対合ってる、絶対合ってる、こっちで大丈夫。はあ
違う、こっちじゃなかった、まずい、これはまずい、ちょっと待って、これガスマスク使わざるを得ない。でもここでガスマスク取れば OK、 完璧。こうよし、これで多分もうガスマスクを使わなくて済む。よし、大きいぞ、これは大きい。よし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 、 OKOK、 消費はこれで取られるか。最終地点が多分この中心。でもちょっと待って、これ青に来ないと困るぞ。これ同点だと正直負けじゃないけどやばいんですよね。となるとこれ勝ち筋としてはどうする、どうやれば、これ同点だと大体もうそのどちらもやられる、もしくはいやー、これいやー、リクさん、これあれでしょう、ラグでしょう、おそらく。そうだね、ここからラグだけど、どんだけラグなのか。頼む頼む頼む、やられてちょんまげ、やられてちょんまげ、よーし、ふー、危なかった、生存成功、最後の一人だ。よし、じゃあ最後裏ステージあれば行きたいと思います。多分裏ステージあるよね、土日、あ、土日じゃないわ、じゃないわはい、見てきましたが、まあなかったですね。はい、まあツイートもされてないのでね、まあないとは思ってたんですけど、問題は、あと数時間後ですね、にツイートがなければ、今週アップでないんじゃないか、イベントない、ケルベロス来ないんじゃないかなって思っちゃうけど、まあちょっとね、待ちましょう。ということで、今回はね、ケルベロス本当に来るのっていう話ですけど、まあまあ来るとは思うんですけどね、どんだけ後で来るのっていう感じですね。まあ期待しましょう。じゃあ、今回この辺りで終わりたいと思います。じゃあお疲れ様です。バイバイ。